キアヤ工作船、フニコラーレキアヤは、ナポリ市の公共交通設備の一つで、ボーメロの中心地区すなわち、バンビテッディ駅と、キアヤ区のリビエーラディキアヤの上の地区とをつなぐ。19世紀の終わり1889年に建設され、ナポリに作られた最初のケーブルカーであった。当初は蒸気で、あとの1900年代に電化された。その全長は500メートルで、 最大傾斜角度は29.18%である。奇終点駅含めて4駅がある。現在はワイヤーロープによる中間地点伏線の単線構想式。当初はチェーンによる伏線構想式。そのためほぼ全線を占める水道は伏線用である。2003年ケーブルカーは修復が完了し安全基準が適合された。さらに各駅は リバティ様式に改装され、新たに輝きを取り戻した。三条駅は地下鉄、リーネ1と、構内でつながっている。そのため、ケーブルカーを降りると地上に出ずに、地下鉄に乗ることができる。麓の駅と地下鉄、リーネ2のピアッツァ・アメデオ駅との同様の接続は、検討中である。上の駅を出て二つ目のパラッツォロ・バルコ・マルコリーに駅は、 フィリッポ・パリッチ通りにあり、ジョアッキーのー馬通りにも行ける階段がある。さらに三つ目の駅は、ビットオリオイ・マヌエール通りにあり、最後の麓の駅は、マルゲリータ公園にある。ありがとうございます。